はい、ゾンパートナーズの森です。今回はですね、お隣さんにね、困ったというね、お話をいたします。一つですね、まずはじめにですね、言わせていただくとですね、私の家のお隣さんはですね、とても仲良くね、させていただいてます。私は仲良くさせていただいているというふうな感じでね、お隣さんね、私の家のお隣さんね、すごいとってもいい人でね、いつもね、息子たち同士ね、こう遊ばせてもらったりね、していますんでね、私の家の話ではないというところね、まず、お話しさせていただければなというような感じです。今回ね、お隣さんとかね、ご近所さんにね、ちょっと困っちゃったよっていう感じのお話をいたします。チャンネル登録もですよという方いらっしゃいましたら、ぜひともチャンネル登録のもよろしくお願いいたします。ということでね、早速お話のしていくんですけれども、今回もね、コメントをいただいていてですね、それについてね、お話しするというふうな感じですね。まあ、今回ね、お隣さんとかね、近くの家で困ってるんですっていうコメントをいただくんでね、そちらについての、まあね、話というか、返信というかね、そういう感じになりますね。蚊が嫌いで寄りつかない庭の特徴を解説するよという動画にですね、コメントいただいております。いつもコメントありがとうございます。隣の家が庭のゴミ箱に水溜めたり草ぼうぼうの庭で、自分の家の庭にも蚊がやばいほどいる、マジで許せないというね、コメントいただいております。コメントありがとうございます。これね、蚊が来るよっていうののお庭でですね、お話しした時にですね、草が伸びてるよとかね、あと水溜まりがね、いっぱいあるよとか、なんかバケツにね、水が溜まっちゃってるよとか、なんか空き缶が落ちてて、そこの中にね、水が溜まっちゃってるよとかね、なんかでね、こう水が溜まっちゃってるよって言うと結構ですね、なっちゃうと、蚊がね、そのね、どんどん湧いてきちゃうよっていうような感じのお話をしてるんですよ。で、草が生えてたらね、結構の確率でですね、蚊がそこに隠れてるっていう可能性がありますんで、まあ、草はね、できるだけ取っちゃった方がいいですよというね、感じのお話をしたんですよ。で、それに対するね、コメントですんでね、まあ近所の方がね、そういうような感じでね、なっちゃうというところもあったりするんですよね。ですんで、まあ、蚊が来ないようにするためにはね、やっぱりご近所付き合いを大事にしていただいてですね、でね、私の家もね、こういう感じになってて蚊が来ちゃいそうなんで、お隣さんも一緒にどうですかみたいな感じでね、頼んでいただく、まあ、もしくはね、あらかじめ声かけさせておいていただいて、消毒をですね、してもですね、倒せるよっていうような場合もね、あるんですよ、蚊もね。で、来にくくなるっていう風な感じになりますんで、まあ、うちのところでね、ちょうどそのね、消毒をね、来ないようにかけたりするんで、お隣さんね、ちょっと面してるところだけでもちょっとやっといていいですかみたいな感じでね、やっといていただけるとですね、だいぶと違うんじゃないかなと思います。やっぱりね、その同じところにね、こう定住してるっていうような感じのものではないんでね、蚊はね、ずっと同じところにいるってわけじゃないんで、こっちに行ったりこっちに行ったりっていう風な感じになっちゃうんで、どうしてもね、そういうね、いつも言いやすいよっていう場所があると、どうしてもね、お隣さんにも来ちゃうっていう風な感じにもなりますんで、まあ迷惑になってないからっていうところもね、気にしていただいてね、やっていただければいいんじゃないかなというふうに思いました。はい、ということでね、続きましてのコメントです。リンカ、隣の家の庭にピラカンサが植わっています。鳥が食べに来てうちの塀を糞をいっぱいして迷惑していますというね、感じのコメントいただいてます。これね、実がなってね、それ食べに来てそれを見るのは自分はね、好きなんだけれども、それでね、それついでにね、鳥が来ちゃうから糞がね、すごいなんか来ちゃうよっていうね、場合のパターンもね、確かにあるんだろうなと思いましたんでね、ぜひともね、そういうのも注意をしていただきたい。だから自分の家にね、自分の家の庭にそのお鳥ね、自分の家の庭に鳥が来たりとかね、なんかいろんなね、動物が来たりっていうのはね、いいのかなっていうふうに思ったりすることもあったりするんですけれどもね、まあそれがね、そのご近所さんに迷惑になっちゃったらね、結構トラブルになっちゃったりするっていうこともね、まあないことはないですけれども、まあただね、鳥をね、その、来たのを糞させないっていうのはなかなかもう無理なんでね。ですんでね、まあこのね、来るのももうある程度にさせてね、他のご近所さんね、トラブルになるようなね、迷惑になってないかなっていうところもね、見ていただいたらいいんじゃないかなと思うんですけれどもね。ちょうど私の家はですね、なんかね、あれなんかトカゲみたいなね、イモリだかヤモリだか、ちょっと僕あんま分かんないんですけれども、トカゲがね、もう家の裏のね、窓にね、必ず毎晩ね、ひっついてるんですよ。だから窓にひっついてる、このなんていうんですか、後ろ姿っていうんですかね、このこうだからこう見えてるわけですよ。だから子供たちがね、あ、またいたよって、またいたよって言ってね、ちょっと私はあんまりちょっとね、 YouTube 事情ね、詳しくない YouTuber なんですけれどもね、そのね、そういう虫だったりとかなんかね、そういう生き物を飼ってるっていう YouTuber さんがね、いらっしゃるみたいでね、私の息子たちはね、高橋さんって呼んでてね、ちょっとなんていう YouTuber さんなのかごめんなさい、私無知なもんでね、知らないんですけど、高橋さんと呼ばれてるトカゲをね、飼ってる YouTuber さんがいるそうなんでね、その人に習ってね、あ、高橋さん来てくれたよ今日もみたいなね、感じでなんかやんややんやね、息子たちが言ってるんですよ。で、お隣さんのね、息子たちも同い年のね、世代なんでね、同い年同士ね、こうなんかね、
昨日も来てたんだうちにはみたいなこと言って、じゃあ探しに行こうよって言ってね、うちのね裏のところねガサ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 ね、いつもね、トカゲを捕まえにね探しに行ってるという風なね感じです。まあそんな感じでね、私の家そっちしか隣ないんでね、反対側はね家がないんでね、ですんでまあそういう感じでね、良好な感じでその動物がね来てるっていう風なのであればまあいいのかなとは思ったりするんですけれどもね、まあそうじゃなくてね、なんかちょっと迷惑かけそうだなとか迷惑かけちゃいそうだなみたいな感じであればね、注意していただければいいのかなと思いますんでね、はい、ですんでね、まあ迷惑をねかかっちゃってるよっていう方もねいらっしゃるというお話になります。ということでですね、続きましてですね、正面の家の庭にネズミ持ちの大木が、緑の実をつけていて恐怖です。毎年玄関開けると、ビチビチとうちの電線の上から糞を雨のように落とす、駐車場屋根も糞だらけ、インターフォンも玄関横の庭も糞だらけ、綺麗よなって思う、庭木も近隣に迷惑かかっていないか今一度考えてもらいたいですというねお話ですね。これね結構あるあるなんじゃないかなと思いますね。お手入れしてない家とかだとね、もうやっぱどん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 伸びちゃって他の家にもね迷惑かけちゃうよとかね、それだけじゃなくてね、やっぱ実がなりますんで、基本的に木とかね草とかそれがどん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 出てくることによって鳥が来てね、まあいろんなねなっちゃったりとかね、他のねそれきっかけでねどん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 出てきちゃうよとかね、新しくね、雑木が出てきちゃうよとか、そういう話にもねだん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 なってきますんでね、ですんでね、やっぱりある程度ねその管理できるっていうぐらいのサイズ感で保っていただくっていうのがやっぱりね、一番いいという風になります。特にね、お話出てきてるネズミ餅ね、結構勝手に出てきちゃう木としてね、結構私の動画でもねお話ししたりとかね、他の YouTuber さんも同じ風にね、言われている木になりますし、結構まあその要するに庭木としてはねある程度のサイズ感までなっちゃいますんで、ある程度のサイズ感って何メートルね、7メートル8メートルとかになっちゃうんですよ。7メートル8メートルっていうとね2階の屋根よりね高くなっちゃうっていう風な感じの木だったりとか、幹とかもねだいぶとこう太くなってっちゃうっていうタイプの木になりますんで、まあ、なるべく早めにね、対処していただくっていうのがいいのかなと思います。やっぱりね綺麗よなってね思うというふうにね感じでねコメントいただいてますんでね、十分注意していただきたいというふうな感じです。続きましてですね、こちらは林地から、カズラがクズが侵入してきています。冬場に根を掘り起こして駆除したので今季はあまり侵入してこなくなりましたが、それにしてもクズの根って木の幹みたいに太くて異常に長くてびっくりです。クズの根って最大どのくらいの大きさになるのでしょうかというねお話ですね。コメントいただいてありがとうございます。まあそのどのくらい伸びたかによってね根のサイズっていうのはだいぶ変わってきますし、ツル系って結構ねそのいろんなところにこう根がね出てきちゃうっていう風な、ツルじゃなくてもそうなんですけれども、地面に触れてるところからだんだん根が出てきてね、なんかなってくっていう風な感じのものになりますんで、一概にはね、必ずねこのくらいになりますよとかこのくらいしかありませんよとかっていうのはね、ちょっと難しいのかなと思うんですけれども、どんどんはびこればはびこるほど根はどんどん大きくなりますし、ね、だんだんとそのねもうクズカズラも大きくなっていくという風になりますんで、やっぱりね早めにね対処していただきたい。特にねやっぱりこのね林地から侵入してくるよっていうのはね結構厄介で、コメントいただくのもね笹だったりとかね竹だったりとかね、こういうツル系のものだったりとかね、なんか近くにね大きい木があってそれの実がなるからね、だんだんうちにもねなんかそれ生えてきちゃったよとかね、鳥が来ちゃったよとかね、猫あんまり得意じゃないんだけど猫が来ちゃってるよとかね、そういう風になっちゃったりしますんで、まあ十分ねやっぱご近所トラブルねない方がいいと思いますんでね、私としてはね、ですんでまあお隣さんだったりとか近所の方だったりとかね、そういうところにね迷惑にならないようにだけね、注意をしておいていただいてですね、まあお手入れしていただければいいかな。自分だけねこの我慢してなんとかっていう風な感じじゃなくてね、まあご近所さんもね一緒に生活してますんでね、注意していただきたい。私の会社もですねちょこちょこねご相談いただくんですけれども、今住んでなくてね空き家になってるよ、でももうご近所さん迷惑になっちゃってるんです、なっちゃいそうなんです、だから周りのとこだけねこうやって きれいにね切ってあげて絶対ね行かないようにだけしておいてくださいっていうような感じのご相談もね、受けることもありますし、あとはねもうね住んでないからもう全部ねもう半分にしちゃって枯れちゃってもいいよっていうようなね感じでねご相談いただくこともありますしね、まあいろいろありますんで、まあちょっとね、少しだけでもね毎年の問題とかにね、なってきますんでね、特にね住んでなくて荒れちゃっててねお隣さんとかねもう手つけらんないよみたいな感じになることって結構ありますし、なんかね相談受けることもね結構あるんですよ。ですんでね、そこのね持ち主だったらねちょっとだけでも気にしていただけたらですね少しね
お互いのこのストレスっていうところがね、軽減するのかなと思いますんで、ぜひともね、注意をしておいていただきたいというふうな感じです。もう一度ですね、言っとくとですね、私の家はですね、お隣さんと関係がですね、ものすごいいい関係というようなね、感じになりますね。昨日もね、ちょうどね、娘がね、誕生日で2歳になったんですけどね、まあちょっとね、2歳になったんだよ、なんていう話をですね、したと。まあ、そのぐらい普通かなって感じかもしれないですけどね。まあ、いつもね、遊んでてね、その今夏なんでね、一緒にね、水遊びみたいなね、感じでやったりとかね、いろんなことやってね、遊んでるというふうな感じになりますんでね。ぜひともね、そんな感じでね、ね、仲良くした方がいいと思いますんでね、ぜひとも注意をしておいていただきたいというような感じのお話になっております。ということでですね、本日はそんな感じのお話をしております。チャンネル登録もですよという方いらっしゃいましたら、ぜひともチャンネル登録もよろしくお願いいたします。ということで本日も最後までご視聴いただきまして、ありがとうございます。また次の動画でお会いしましょう。